インドのアジアンタイフード 2PM カップヌードルベジタブルカレー、揚げ麺に粉末スープとフォークが入っています。麺は細くてボソボソした食感、粘りがなく粗い印象です。油が悪いみたいです。スープは濁り感のあるカレー味で、旨味や香りは日本の基準からそう大きくは外れていません。思っていたよりはまともな内容でした。